まあ、いろんな人と出会ってね、いろんな言葉をもらって前を向けるようになっていくんですけど、限界を突破できるようになっていくんですけど、病気を治した人の本を読んでは限界がだんだん崩れていきました。大きかったのは看護学生との出会いで、看護学生がある時散歩に連れて行ってくれまして、まあ、その彼女が言った一言がまた僕に大きなスイッチを入れてくれました。その言葉が何だったかというと、杉浦さんの夢は何ですかという言葉でした。まあ、その言葉を聞いた瞬間に最初は怒りが込み上げてきて、なんでこんな俺に夢なんか聞くんだよって、病気の自分に冗談じゃないって思ったんですけど、その言葉が出るのをここで止めて、待てよって思いました。病気だから未来がないとか、癌だから夢を見ちゃいけないって決めてるのは誰なんだ、ああ自分だって思ったんです。紛れもなく自分だって思った時に、あまりにもかわいそうと思って、こんな風に自分は病気だから未来はないって自分で限界を作っていたなって思った時に、その看護学生に感謝の気持ちが湧いてきて、そうか、夢を見ていいのかもしれない、自分は本当に何やりたいんだろうこの人生で、パカッとこう扉を開いたというか、自分は何がしたいんだいってそれまで閉じてたんです。やっぱり見たくなかったし、病気を治した後とその向こうを見るっていうのはやっぱり怖かったんですよ。そんな叶わなかったらすごいショックだろうし、でもまだそれ起きてないし、まだその未来やってきてないし、体は痛いし苦しいけど心は自由だよなって思った時に、心だけはそのイメージを自分を信じて描いてあげようって思った時に、その彼女に夢は何ですかって聞かれて5秒後ぐらいに答えているのが、ホノルマラソンって言ったんです。ホノルマラソン行きたいってふと口から出てきました。それは何もないと心から出てきたわけじゃなくて、22歳の時に一度ホノルマラソンに出て完走したことがあって、ものすごい感動したんです。あの感動体験というか、もう腹の底から自分すごいやんと思ってきた、そのあの自分を唯一認めた体験がここからこう湧き上がってきて、ホノルマラソン行きたいっていうことをね、彼女に言っていて、その夢が僕を支えてくれました。それまではどちらかというと病気を治すために本を読んだり前向きに日々過ごしていたんですけど、楽しくはあまりなかったですね。でもその看護学生が夢は何ですかって聞いてくれたおかげで、僕は治すために生きるんじゃなくて生きるために治そうっていうふうに変わったんです。スイッチが変わったというか、その変化ってすごく大きくて、病気を治すために、ね、皆さんというか僕らも生きているわけじゃなくて、なんていうんですか、自分らしく輝いて生きるために病気を治そうって思いました。いかに生きるか、ね、そしてその通過点に病気を治すことを持っていこうっていうふうに思って、病気を治すことが先決ではなくて好きなことをやる、そのために自然治癒力を高めてって思った方が体も応えてくれると思います。僕は病院のベッドで夜な夜な寝る前にホノルマラソンを走るシーンを妄想して、ゴールした時にはもう嗚咽するぐらい涙を流して、本当におたきびを上げて、相部屋でしたのでね、周りのおじいちゃんとかね、患者さんはびっくりしたと思うんですけど、よく寝る前にそういうふうにやっていました。いろんな夢が湧いてきて、次に湧いてきたのが結婚するという夢が湧いてきて、結婚したかったんだ、そういえば結婚できないっていう自分で限界を作ることもないと思った時に、結婚したいなと思ってホノルマラソンを走って、ゴールに結婚する奥さんが待っていて、ゴールで抱き合って、次の日ハワイの教会で結婚式を挙げるというすごい無謀な夢が思い浮かんだ時に鼻血が出ました。これだと思って夜な夜なその妄想をして寝るというね、そのルーティンがある時からできました。今日ねお泊りになられると思うんですけど、寝る前にこんな風に直した暁には、直した暁にはなくて、今から何をやっていこうって思いながら、未来の自分を妄想しながらですね、寝てください。寝れなくなるかもしれませんけど、一日ぐらい寝れなくても体は大丈夫だと思うので、そんな風に夜寝る前にこんな風になれたらいいなっていうね、妄想をする習慣をつけるとね、それがね、日々積み重なっていくと思うので、そのために直していこうって、目的を変えた方が、体をね、きっと反応すると思います。体も喜ぶと僕はね、思うので、タッチしながら、ね、そこに行こうよって声をかけながら、ホノルル行こうよ、ホノルルじゃなくてもいいんですけど、病気を治そうぜよりもね、きっとホノルル行こうぜっていう方が、体はきっと喜ぶと思います。体も喜びたい、体も歓喜を味わいたいと思っているので、病気を治すためっていうよりも、一緒に歓喜をね、味わおうねっていう方が、きっと答えてくれると思うので、ぜひ参考にしてください。どうなったかっていうと、手術が1999年でした。それから6年後に、ハワイにいました。でもその時は結婚する奥さんとはまだ出会ってなくて、ホノルマラソンは走ることができて半分の夢やかなって、そ
それはそれはすごい嬉しかったです。まあそれだけでももう十分嬉しかったんですけど、まあ結婚する夢っていうのはまだちょっとこう達成されなくてですね、まあそれは相手がいることなので、そのことはですね、それから3年後に出会ってくれる人がいて、2008年12月はホノルルマラソンを走りまして、ゴールに奥さんが待っていて、抱き合って次の日に結婚です結婚式を挙げました。ありがとうございました。あの、本当に自慢でも何でもなくて、夢を描いてから治ったってことは言いたいわけじゃなくて、あの時夢が描いてなかったらきっと来れなかっただろうな、夢描けないことに関しては叶うわけないですし、あの時描いてたからこそあそこにいたんだなと思えてね、すごい嬉しかったです。夢とか希望とか、まあ、いろんなね痛い目にもあってきましたけど、それが常にあったから諦めなくてよかったし、ホノルルマラソン走った後にみんなに言われたんですよね。よくホノルルマラソン走れるほど元気になってね。で、僕が答えたのは、いや僕は走れるほど元気になったのではなくて、走ったから元気になったんですよってことを言ってたんですよ。心が感じて、あ行きたいって感じて動いたから、後から元気がついてきたような気がするので、皆さんの中で何か突き上げるものがあったら、ぜひその思いに従ってあげてほしいな。でも焦ってたらそれまだストップなので、それをなかなかわからないかもしれないですけど、ワクワクドキドキしたら僕はゴーサインだと思うので、枠を出て、あ枠から自分のなんかこれまでのルーティーンからちょっと出て、そしたらそこに出会いが待ってるので、またそこから出会いが連鎖していくので、もう自分の本当に想像もできなかったような出会いが待っていて、これで直すんだとか、こんな方法があるんだってことに出会っていったりこれからすると思うので、ワクワクしたらね、ぜひ動いてみてください。でも焦るとね、ダメだと思いますよ。感じてみてください。これは焦りなのか、あワクワクしてるのか、対応してると分かると思います。まあとはいえ偉そうに言ってますけど、ホノルルマラソンを走るまでに僕はね6年の歳月を要しました。今はがん患者さんでホノルルマラソン行くツアーをやってるんですけど、その手術したその年に行くとかみんなすごいなって思うんですけど、僕は手術から6年かかってようやくホノルルに踏み出せた。こんな偉そうなって言ってますけど、動けとか言ってますけど、僕は動けなかったんです。あんまり動けない時もあった。腸閉塞を繰り返して毎年12月にねホノルルマラソンで来るんですよ。どういう気持ちでホノルルマラソンっていうのを見送ってきたかというと、1999年12月はまだ入院してました。まあ行けない。2000年12月まあ病み上がりだからちょっと無理かな。2001年12月ホノルルマラソンいつ行くの、いやまだ病み上がりだから。2002年12月ホノルルマラソン行くの、まだ病み上がりだから。2003年12月ホノルル行くの、やめやがり。2004年2005年変なコールアンドレスポンスをしてごめんなさい。そういうコールアンドレスポンスをしてたんですよ。いつ行くの、やめやがり。いつ行くの、まだ病気って言ったんですよ。で、2005年の12月のその方だけはですね、怒ったんですよ。バカじゃないのって、あなたそうやって言ってるからいつまでもやみやがりなのよって言われた時に、その通りって思いました。病み上がりって言ってるから、あ僕病み上がりだったんだって、ずっと誘われると病気らしいって、その言葉で自分のなんか限界を作ってる。限界を突破すればまた入ったり、突破して入る連続だったんですよ。でいつかもう安住してたんですね。病み上がりって言うと心地いいんですよ。病気でいる自分だとね大事にされるし、なんか大切にされるし、そうしてそういう思考でいると自分が病気だって思ってるので体も良くなっていかなかったんですよ。でその人に怒られたのに、いつまで病気やってんだよって言われて、限界さすがに破れましたね。やっぱ外行ってみたいと思って、体が重いもん、もういつも倦怠感もあったし、いつか抜けたいと思ってた。でも心が楽なんだよ。でもね、出ようって思ってその時決意をして出たんですよ。よし今年はホノルルマラソン行くぞって。9月でした。 42.195km 走ってみるぞと思って、昔は3時間50分で走りました。自信がありました。1キロ走ったんです。どうなったと思いますか。倒れました何もやってなかった。手術して抗がん剤治療を受けてこんなに落ちるんだ。でもここで諦めたら今までと一緒だと思って、また病人に戻っちゃう。そんな自分にはもう戻りたくない。また枠に出ていこうと思った時に、自分の枠に出るってことは100メートル、1キロ走れたので、その枠から出るってことは 1.1 キロ走るってことだったんです。ちょっとだけ次の日 1.1 キロ走りました。でも体は苦しかった、胸は苦しかった。でも走れた、伸びた、枠から出ることができた。次の日また100メートル枠をはみ出した。 1.2、1.3、ほんとコツコツと積み重ねていったら、1ヶ月後に3キロ走るようになってて、だんだん肉ってついてくるんですよね。応えてくれるんですよ。触りながら大丈夫大丈夫って言いながら42キロ走るよ。2ヶ月経ったら7キロ走れるようになってて、3ヶ月後のホノルルマラソンは 42.195 キロを
一本歩かずに5時間28分で完走することができました。イエーイ。3ヶ月で一本歩かずに 100m 積み重ねていって、言葉かけを変えて細胞も目覚めてくれたんだと思います。この言葉待ってたんだよって、きっと細胞たちはね、歓喜だったと思います。そしてね、ゴールで本当に自信を持ちました。あ、こんなにできたんだ、こんな自分になることができたんだ、こんな自分がいたんだっていうことがすごい大きな自信になって、もうすごくね、顔色も変わって元気になった、あの日を今でも覚えてます。その後言われたんです。なんで走れるほど元気になったの？あ、僕は走ったから。ずっとさなぎというか枠の中にいたけど、飛び出して、ね、1.1 キロから走り始めて元気になりましたってことを伝えていました。ワクワクしたら枠をぜひちょっと 100m 一歩踏み出してみてほしいなと思います。そんな歴史ではみ出しながら、あのここまで来ました。ふらついてる膝をついては立ち上がり、それでも前に進んだ。目指すべき場所は遥か遠く、晴れ渡るハワイの空。いくつもノリツだったけど、自分を信じて歩み続けた。